ローラン・ファビウスは、フランスの政治家、社会党所属。1946年8月20日に、パリの高級住宅街16区に誕生する。16区にある、名門公立リセ・ジャンソン・デュサイに通学し、バカロレア合格後、リセルイコール,ル,イコールグランのグランゼ・コール準備級に、通う。高等師範学校に入学し、近代文学のアグレガシオンを取得した。 続いて、パリ政治学院、国立行政学院の政官会のエリートコースを卒業する。1974年、社会党に入党する。ミッテラン第一初期の経済顧問を務め、ミッテランの秘蔵庫と呼ばれる。1981年5月、ミッテラン政権発足とともに予算担当省に就任する。1983年には、産業、 研究省に就任し、さらに1984年7月には、ナポレオン一世以来の最年少である37歳で、首相に就任する。1981年より続いていた、同政権の社会主義的政策を急転換させ、緊縮財政、市場経済重視の政策を行った。1985年予算案は、経済再建を軸にした、超緊縮型予算で、 歳入面では、所得税、法人税の減税、社会保障関係の国民、企業負担の軽減、社会保障支出削減が打ち出された。インフレ政策は成功し、1981年に14%を記録したインフレ率も、1985年には5%以下となった。ただ、失業者対策は完全に破綻し、 1980年から1985年の間に失業者の数は約75万人増加した。1985年には失業率は10.4%、失業者の数は300万人に達した。在任中はミッテラン大統領よりも人気があったが、1986年3月の国民議会選挙で社会党が敗北し、首相を辞任した。 1988年6月から3年間、国民議会議長を務める。1992年1月、社会党第一初期に就任する。その後、首相在任中の薬害エイズ事件の罪で起訴されたが、2000年3月、ジョスパン政権で、経済、財務、産業省に就任し、政治的復活を果たした。1995年から2000年まで、 ルグラン・ケビー市長を務める。2005年の欧州憲法批准問題では、社会党が批准に賛成する方針であったが、ファビウスは反対に回った。2007年フランス大統領選挙では、社会党の大統領選挙候補者に立候補したが、2006年11月党大会で、ファビウス、セゴレーヌ・ロワイヤル、ドミニク・ストロスカーンによる選挙の結果、ロワイヤルが、 公認候補者となった。2012年に発足したフランスワ・オランド政権では5月16日付で外省に就任し、2016年2月11日まで務めた。ありがとうございます。